涼しいね、なぎちゃん。はい。秋がちらついてきましたね。そうですね。さて、ここはどこですか？ここはシティハイズ古川橋。古川橋から徒歩12分です。リノベーション。そうです。新品。フルリノベーションの、うん、お庭付き、うん、群青マンションです。うん、はい。なぎちゃんポイント。あ、今言っちゃった。お庭付き。庭付きやね。群青マンションです、うん。はい。木目調のこのお化粧が洒落てますね。いいですね。食洗なし。はい。三口ガス。あそこのあれいいですね、ちょうど冷蔵庫が、うん、料理しやすそうですね、うん、動線がこれね。っていうね、はい、広いですね。 LDK 何畳でしょうか？ LDK は 17.2 畳。あ、はい、この形めっちゃ広く感じるね。そうですね、うん、あ、なんかあるやん、そこに。なんつかこの部屋。おお、あ、めっちゃええやん。あ、これいいですよ。閉めることも一応できるから、はい、まあリモートワークする人とかは、そうですね、非常に最適。棚もあるからこの、ね、お仕事できますよね。今ね、だから職場、お家、もう一個のこう空間っていうのがね、求められてるんですよ。うん、でやっぱこういうちょっとした空間がね、今ね、求められてるっていうのを聞きますね。うん、いいね、これわざわざ作ったんや。はい、あ、涼しい。あ、このお庭ですね。そうです。ガーデニングとか。そうですね、家庭菜園できそうですね。はい、ただこれちょっとさっき論争があって、私この感じ全然嫌いじゃないんですよ、はい、ただ人工芝敷くらしいんですわ。あ、そうなんですか。そうなんです、はい、どっちがいいですか、この自然のままの姿と人工芝でまあまあパリッとなるものと。私やったらここを自分で開拓したいです。ああ、なるほどね。けど、まあ、そういうの面倒くさい人も多いじゃないですか、うん、やったらそっちも、うんうん、まあ、管理はしやすいですわね。そうですね。で、人工芝敷いたから言って別に上にプランターを置いて別に家庭菜園ガーデニングできるしね。そうですね。っていう話です。本田ちゃんどっちがいいですか？人それぞれ。早い。早い。竹を割ったような性格って言われるでしょ。なぎちゃん、まだ部屋あるね。はい。あ、よいしょ。あ、入れどっか行ったね。逃げたね。ここはちょっとちっちゃいね。まあ言うても十分か、5畳ぐらいか。4.7畳。はい、物置付きね。うん、うん、68平米にしてはちょっと広く感じるな。そうですね、うん、まあまあちょっとした物置がね、ありますよと、はい、ここ水回りでしょうか。あ、なるほどなるほど。ここもこのスペースね、地味にいいと思うんです。ちょっとあることによって。なんかここに、うん、洗濯カゴとか、そうですね、ちょっとした収納いたらね、うんうん、タオルとかパンツとかね、うん、便利ですよね。最近この洗面台ちょこちょこ見ますね、うん、ここにこの間に光がヤンキーっぽいライトが入ってるやつ。ヤンキーっぽいかどうかあれですね。ヤンキーこんな好きですよ。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれ、はい、よいしょ。うん、大きさはね、もう 9.89 ぐらいなんですけど、なんかいつもとちょっと一味違うぞ。この木の感じが統一されてるから、うんうんうん、そういうことですか。お部屋みたいな雰囲気ですよね。ねえ、こんなユニットバスがあるんですね。はい、なるほど。まあまあ、ここのちょっと、余裕ポイントやね、ここね。余裕ポイントとヤンキーライト。
発掘置き場ももうこの感じでね、はい、うん、こちらはおトイレ、よいしょ、はい、はい、うん、色味が優しいね。そうですね、うん、この白もどぎつい白じゃなくてちょっとオフホワイトっぽいのに暖色系のダウンライトやからすごい温かみがありますね。これ人工芝なんですよ。あ、そうなんですね、うん、なるほど。これはね、なんかの建具のなんかですわ。いやー、角部屋、はい、そうです、1階、1階の角部屋、うんうんうん、リビング戻りましょうか。あ、ここ何畳でしょうか。ね、ここは 5.5 畳。5.5 畳ね。いいよ、なぎちゃん。はい。古川橋が12分。12分ですね。うんうんうん、まあ、自転車で行くでしょう。まあ、車もある。車でもいいし。自転車だったら車持ってますよ、うんうんうん。で、古川橋で電車乗ったら、まあまあ、淀屋橋まで15分、20分、まあ、知れてます。はい、都市部まで、うん。あ、お値段言いましたっけ。まずでしたっけ。ああ、今言いましょう。はい、価格は2,290万円。お、意外と安いです、うん、自然を愛する人に贈るそよ風そよる1階の分譲マンションでしたね。そうです、はい、それではお待ちしております。